始まりました関西テリーグ応援番組スタジアムへ行こう司会の高木清香です。前田サッカーガンバヤマノです。マニマナさん先週から今シーズンの各クラブのベストゲームなどなど紹介してます。はいまあ、選手はねサンガと神戸について紹介しました。わかりました。ということで今週はガンバとセレッソ、シーエルフ、チリ。今週は考えてきた。お。 ね、選手も考えとしてくださいよ。まあ、選手もみんな、いろいい話うな、聞きけましたけど、はい、今週もっとパワーアップして、よろしくお願いします。はい、はいえー、ということで、では、早速、ベストゲームを振り返っていきましょう。まずは、セレストです。セレストのベストゲーム、はい、番組が選んだのは、この試合です。第16節、岩田戦をピックアップしました。はい。はい、このゲームっていうのは、ねうん、この、連勝連勝でね、いくね、突っ走る。うん きっかけとなるゲーム。ほうほうというのはね、えー、ベストメンバーが揃ったゲーム。うんうん、ね。もう香川選手がいなくなった後の試合ですよね。それで、はい、まあ、シーズン振り返ってみると。うん、これ、このメンバーが。やっぱりベストメンバーは違うかなというような、うん、あの。戦い方。うん、それができたのが、このゲームやったと思う、ね。マン、うん、トップスリーシャドウの、あの、強力な。そう、それと。 えー、アマラウとマルちゃんのダブルボランチマルチネス選手、はいうん、それとセンターバックのモニュアとト大会、うん、ねこういうところ、ね、筋が通ったゲーム。はい、はい うな感じだったね3対0ロ、本当セレッらしいアタッキング坂を見せてもらいましたね本当に結果考えてもね ACL 圏内3位ですからねまだねこの時はまさか ACL にいけるとは僕も正直思ってなかった私も思ってなかったでもこのゲームをきっかけに連勝やからなそして終わってみたらでこのリーグでねまさかまさかのね 最小失点とは言わ,、はい、言われへんねんけど、はい、最少失点は鹿島の31点びっくりするでその次やでセレッソあのあのザルバックのセレッソが今年<ー>今年ねリーグで2番目にね2番目やで失点、はい、本当には失礼な言葉があったことをお詫びしますいやいやいやもうこれは僕は褒めてんねんで <laughs> これだけね、やっぱりこの、ええ、先週頑張ってくれたと。いや、本当にね、特にね、ディエンスライン。も頑張ったんやけどね、やっぱりこの。マルチネスとアマラウのツーボランチの、この。どう言ったらいいかな、ディエンスラインの前での、その仕事。守備の仕事、これがね、硬かったと思うね。やっぱりディエンスラインと、あの二人のコンビネーション。ね。 これが良かったですよ。はい、それとゴールキーパー。うん、頑張ってくれた。はい。うん、いや、もう、みんな、みんな頑張った。うん、そう、そういうことない。うん、はいそれ。だから、その A. C. L. がついてきたと、うん。そういうことですね。まあ、そんなみんな頑張った中で、選ぶの難しいと思うんですけど。うん、はい。まあ、選手も、あの、二チーム選んでもらいましたが、はい、今週も各チームの。今シーズンの M. V. P. を。 発表したいと思うんですが山田さんが独断と偏見で選んでいますそれはねやっぱりそのさっきも言ったように守備ねびっくりするぐらい頑張ったんやけどやっぱり守備の安定感というと攻撃する時間が長い点が取れるということになるやんかそうなってくるとやっぱりね、アドリアンやろ何が何でもね、もう一対一になったら絶対に点を決めてくれるそういう 確率の高い選手だったと思うね。うん、これはもうアギやな怒られるわ。結果的に14ゴール。もうん、やっぱり14点取ってくれる選手が一人いるっていうのは本当にチームにとって大きいですからね。大きいですね。最後の試合見た。一、はい、人で4点やで。うんね、来年どうかな。心配な取りすぎてるから。<laughs> ちょっとマーク厳しくはな,るかもな、ね。マーク厳しいなんで。ね、はい。はい。さあそして、うん、来季最も山野さんがこのセレッソで、うん。 期待する選手も教えてもらいます。神戸で若手の小川優典な選手。やっぱり若手でいうと清武。僕はやっぱり清武もうちょっとこうステップアップしてもらいたい。期待したい。番組にも登場してもらいましたけど、香川選手の後を埋めるっていうことに対してすごいプレッシャーがあったって正直に話してくれたじゃないですか。それをこう。 わーって自分の力で殻を割って今みたいなまあ今シーズンのような活躍っていうのはすごいメンタルも強いんですよね結局はね若さよてでも来シーズンもっとマーク傷なるからえもっと練習してやっぱり安定感のあるね毎試合一点というような選手になってもらいたい、ね、毎試合一点毎試合一点やけだけ三十点以上取りますねじあ,あ本当にならまだあのガガの後ドイツ行ったら映画な、はい <laughs> みんなドイツに行かそうとしてる <laughs> い,やいややっぱりね、活躍してね、はい、やっぱりみんなえところでね、うん、やってもらいたいですよね。そうですよね。うん、ということでじゃあ来期山田さんが期待しているのは清武選手です。はい、皆さんも注目してください。いらっしゃるで。はい、さあ CM の後はいよいよガンバの今シーズンを振り返ります。では続いてはガンバの2010シーズンのベストゲーム番組が選んだのはこちらです。 二十六節の大宮アルディジャ戦です。はい、これはね、私解説したやつ。です大宮にもボロ勝ちやろ。うん。五対一。五対一。はい。特に若手が頑張ったよね。そうですね。え、平井選手とそして宇佐美選手も得点しました。イグノ選手もね。イグノもやったけど、宇佐美の一点目左のキック外してドン。はい。まあでもびっくりしたね。見てて。かっこよかった。なあ。 何を言おうかなって迷ったぐらいの今年あの J リーグ全部の中でもあれ5本の指に入るんちゃう、はい、ああベストゴール僕はそのねすごかったすごかった、うん、このゲームなんですが、まあ、その前の試合が山形に負けてるんです、ねうん、よ おいつものパターンや安心してもうて逆転負けしてシュンとなって帰ってきてこれはここで負けたらこの優勝戦線から脱落とする脱落するという感じなゲームやってねそういう緊張感の中でのこの大宮戦やったからねやっぱりこれがベストゲームいや本当にでもさすがですよねこうそういう風に悪い流れを断ち切っていける強さっていうのはやっぱり これまでで積み重ねねねてててきたもののっいうがるんガンバはやっぱりね連敗はしないというねチームになってきてる若手とベテランの融合っていうことで取り組んだ中での2位っていうのはやっぱりすごいなって改めて思うわけですよそれはね高木さんええこと言うわ本当にね難しい時期やねんなだからもう今年の最初からガンバの目標若手とベテランの融合とずっと言い続けてきたけどベテランが調子いい時に若手がちょっとあかんし。 若手ががーンと走ってる時にベテランが怪我してしまったとかいうのがあってう仕方なくの2位やけど来年は本当の意味でねベテランと若手の融合プラス若手がもっとベテランをぐっと押してきてほしいね、うん、もっとねで平井選手もすごい良いいとこまで来てるじゃないですか、ね、もっともっとぐいぐい来てほしい、ね、得点を取るかなという勢いやったんどこでひっくり返ってもうてんね、うんね 宇佐美もねあの素晴らしいシュートを打った次のゲーム途中で変えられたりね大宮戦の後ねさっきの試合のやっぱりね不安定やねんそこをねやっぱり安定感持ってくれるとさっき言ったように若手がベテランを押しのけるというようなところへ来てるかなとそのことでベテランの選手もまた発分材料になるし相乗効果が生まれるってことですよねそれをねまた西野監督にお願いしとかなあ うん、10年目を迎える監督やから10年でですよ、うん、西野監督にしかできへんと、はい、去年も僕は言い続けた、はいね、今年はやっぱり融合まだ不安定やということで、うんうん、来年こそは若手とベテランの融合、うんうん、若手がちょっと惜しかなというところをいいチームに作ってほしいねなるほど仕上げてほしい分かりました西野監督にしかできないことです、はいはい、頼むで。はい <laughs> 最後には西野監督へのアドバイスも交えなかった。ということなんですが、うん、じゃあ山野さんガンバの2010シーズンの MVP これはね誰もが、ね、もう目つむってても,もうあの人しかおれへんとあの選手しかおれへんと、ね、遠藤しかおれへんとなってくるわけやんか。ね、なんかねもうそれも間違いないんですけど、うん、毎年じゃないですか。 場合は彼がおらんかったらやっぱりあかんねんまだ、ね、これからもあかんねんというのはあの、ね、ワールドカップね、はい、あれフルに出てやで、はい、帰ってきてフラフラの中で、ねはい、怪我を負して出てやで、はい、これで MVP 言わな俺もう頑張りかねえんわもう <laughs> <の>いやもうねいやでもほんまにン、ね、ド今年も頑張った。 いやもうこれから先ずっと支える存在でいてほしいですよね、うん、逆にねこの遠藤をサポートする選手がね、うん、もっともっと出てきてほしいね。なるほど。さあそういうわけで、うん、じゃあ来季サポートする役目含め、うん、山田さんが期待する選手。うん、それはもう何と言っても宇佐美やんか何回も言うけどあの安定感が欲しい彼には。うんうん、ね。 高いレベルでの安定感、いいプレーできんねんから宇佐美選手以外にも今期、ガンバ、どんどん若手がねベンチに入ってきてるじゃないですか、大塚選手とか大塚、武井、星原選手とか、星原、平井もけどね。うや西野監督、10シーズン目、ちょっと西野監督にも期待しとこう、10年に。 何をしたらいいかなもう結構タイトルとか取ってますけどいやだからまあ何回でも言うけど三冠やろうな三冠うんリーグナビスコ天皇杯エシェルは4冠か4冠4つあるうちの3つぐらいはちゃんと取ってやる結構甘いねやっぱりね仲良しやからね はいといととうことで来季の頑張りにも本当に大きな期待を寄せたいと思います。はい、さあ山田さん、うん、まあ各クラブの2010シーズン振り返ってきましたが、まあ、まとめて言うと、うん、まあまあちゃいますますあ、はい、京都ね、はい、ちょっと残念やったんですけど、うん、まあ4チームのうちね 1>,、うん、1つ追ってしまうたらっということ、まあ関西4チームとしてはまあ、うん、良かったんかなと。うん 思います。そうですね。その中でまあおそらく2019一番感動最中盤ね私たちに与えてくれたのはやっぱりビッセル神戸だと思うんですが来週まあ年内最後の放送になりますがスペシャルゲストが登場予定よしと違うの誰かな誰かな皆さん。お楽しみにお待ちください山田さんがガン 時間話を聞いてく誰でも言ってくださいはいさあということで来週楽しみやなほんまに来週に向けていやほんま誰やの言うてやいや絶対言われへ言いませんだって急に変わったら困るもんよしやなということではい締めましょうかはいくはい。スタジアムへ行こう